あらトゲちゃん、今日も日向ぼっこしに来たの？そういえばトゲちゃんが来るときはいつも晴れてるわね。さすがに周りが気づけ。その周りはすでに干からびてる定期。まるちゃんが雨降らすから大丈夫。ポツンと一軒家に一人暮らししてるんだよ。この陸のところに住んでいらっしゃる？このおばあさん何者だよ。万能傘持ってるんやろ。それかボケたレッグーザ。小人さんの同類？グラードンもおばあちゃんに抱いてるんだろうな。おやつにおせんべいとかあげてそう。あらキューちゃんも来たのね。喧嘩しなくてもおにぎりは逃げないわよ。海王がのこと吠える王の親戚だと思ってそう。お前はマスタードの知り合いか何かか。おやつ親父のお母さんかもしれない。おばあちゃんからおやつにかりんとうをもらう。グラ想像してさすがに燃えたわ。おばあさん視点、サイズ感的に吠える子だと思ってそう。おやつ親父の関係者、おやつおばば。ちょっかいかけに来た鬼スズメたちの運命やいかに。ここにいるババアが珍しいポケモンを飼ってるらしいという噂を聞きつけたチンピラや悪の組織がたびたび来ては返り討ちにあってるんだろうな。マグマ団とアクア団は仰天物だろうけど。トゲちゃん大きなサンドと思ってます。トゲちゃん、こればあちゃんがトゲちゃんの元に来たと思ったけど、スレタイちゃんと呼んだらトゲちゃんがばあちゃんの元に来てんのよ。グラードンとカイオーガが一人の老婆の家に出没するという噂を聞きつけたムツグサとアオギリが鉢合わせて一触即発になるも、気づいたらおばあちゃんを挟んで縁側で茶をすすっていた。まだ伝説ポケモンゲットを諦めてないので、今後も通う模様。まああの二人はなんだかんだ人間とポケモンの未来のために暴走してるからね。ばあさんを押しのけて戦ったりはしないか。あらあらビシャちゃんも来たのね。久しぶりじゃない？ほら、おせんべい。